で最初はちょっと RNN っていうかこれがものすごい能力を持つって話を最初にしてみたいというふうに思います。でこれまでの話と少し重なってるトピックスもあるんですけれども、まあ、切り口がちょっと変わってきたということですね。で機械が何を理解できるかっていうのがいやどんどん進んでるよとかもうすぐ人間終わりじゃねえみたいな話になるのは置いといて、それをどういうふうにどこにまで理解が進んだのかっていうのを理解するのは実は意外と難しいんですよ。だから画像認識が自動運転みたいなその感覚運動系の能力の機械の機械についてはこれ評価は簡単ですね。モデルがあってそれができるかできないかってことなんで。だけどその我々の認識能力っていうののターゲットってのは何もそういう感覚運動系の知識だけではないん で例えば人工知能研究の大きなターゲットに自然言語理解っていうのがあるわけですけれども、でそこで何が進んだのかって意外と定量的な評価はできるんですが意外と質的に何が進んだのかってわからないっていうところがあるということです。でまあ、今回ちょっと、あんまりうまくできなかったところもあるんですけれども、まあ問題を、まあ、言語理解では多分意味の問題とはなかなか未解明難しい問題があって、で問題を少し限定しようと、で意味は置いといてっていうのが前回とちょっと違うところ前とちょっと違うところなんですけれども、言語の構文規則っていうのは文法をどの程度理解できるようになったのかというところからちょっと問題を振り返ってみようというのが今日の第一部のテーマになっています。で実はこれは僕も気がつかなかったんですが、LSTM 作ったホホライター、読み方よくわかるんですがホホライターだと思いますけども、ライテルかもしれません。すでに1990年代彼は極めて優秀な人なんですね。ただアカデミー彼はヨーロッパの人なので、実は後でも話します RNN が要するに役に立たないぞって話を発見したのアメリカではベンジンを、アメリカ系ではベンジンは1995年か4年なんです。彼はもう91年、それを3年か4年も早く大学院のマスターの修士論文がそういう論文で、でこれ僕もだから彼氏のその元の論文を読んだんですけれども、なかなか面白い、いろんなRNN が理解学習できることを発見していて、特に有限状態オートマトンだからレギュラー正規文法ですね、でそれを RNN が理解学習できるってことをすでに発見していました。で2011年だいぶ時が経ってからですね、イリア、これも言う方は分かんない、サツケビアロシア人ですね、で5億文字ものテキストを学習させて、モノマネ文体を真似るってことは多分成功します。で、僕が驚いたのはやっぱり2015年のアンドレ・カルパシー の数学の論文を作ってみせるとか、 Linux の C のコードを作ってみせる、これはもう簡単に完全にラテフや C 言語の構文規則を機械が理解できるってことを示したもの、これは大体バカスナウル、NBNF バカスナウルフォームで記述される多分文脈需要分布コンテクストフリーは多分 RNN 理解できるだろうってことを多分かなり格好よく示したものだと思います。でところが去年出た Google のニューラル機械翻訳っていうのはこの機械の文法理解の能力が単なるコンテクストフリーを超えた能力を多分持つんじゃないかっていうのをふうに僕は整理しています。ただし自然言語がコンテクストフリーを超えてその上のコンテクスト依存センシティブなのかはいろんな議論があって難しいんですが、ただコンテクストフリーネスってかそれには収まらないだろうって大体みんな一致してるんだと思うんで、多分それを超えたって話をしようと思っています。それが大体のストーリーです。で最初にホフライターの言論文、これなかなか手に入らなくて、要するに昔ヨーロッパだってこともありますけどアカデミーの人はみんな
IEEE とかいろんなところにあの論文を発表するのは当たり前なんですが、今だととても邪魔ですね。あの要するにアルヒーフに投稿してないと僕ら自由にアクセスできない。で僕もこれだからこのあの LSTM のことは知ってた、当然知ってたんですけど、この原論文で何が書いてあるかっていうのは実はなかなかあのちゃんと読んでなかったんですね。読んで驚きました。最近またあの海賊があって、実はあの東欧にそういうあのアカデミーの論文を全部こうコピペしてる怪しいサイトがあって、ただそれ今あのいろいろあの弾圧されて、あのそれももっと持つかどうかわからないですが、あの IT って大体 そんな昔の論文読む必要がないんで大して困らないんですけども、あの RNA とか多分20年前からある技術で、その頃 あの論文を応募すると僕も大学辞めちゃってるんでなかなか厳しいんですよね。だからそういう意味でちょっといろいろ行き届かないところなので、まあこのオフライターがその90年代に発見した RNA の、 あの認識能力、これをちょっと3つほど紹介しようと思う。1つはあのユーゲンオートマトンの文字列の規則性で、これは実は機械学習の問題というよりもあの認知心理学の分野で、人間がその人工的文法をどれぐらいあの学習できるのか、でアーティフィシャルグラマーラーニングで、どうも機械ができるんだから当たり前だ、人間は不思議なことにあのいろんな文字列、ある文法規則に従った文字列をちゃんと認識できるらしいんですよ。だから認知心理学のなんでこの能力がどこに発生あのから来てるんだっていうのをずっと研究の歴史は古くからあって、でそれがあの AGL とかアーティフィシャルグラマーインテリジェンあのラーニングですね。まあ人間ができるんだから機械にできるのは当たり前だろうとか、あの機械ができるのは人間ができるのは当たり前だろうと、まあほとんどまあそれで考えていいようには思ってますけど、もう一つはあの LSTM RNA が掛け算を学習できると、これも面白い発見ですね。発見って、まあ、禁似ですけどね。で、まあ、ニューラルネットってのは、まあ、任意の関数を禁似できるって性格を持つことは前から知られていたので、まあ、特にあのびっくりするようなことではないのですが、こういう形でいや掛け算うちの機械学習しちゃったって言われると、すごいなというふうに思いました。それからもう一つは、まあ、これもある種のパターンですけれども、時間的に離れたところでイベントが起きて、でそれがあるイベント、最初のイベントはその10から20秒以降で、2番目の以降イベントは多分40から50秒の間に必ず起きるってみたいなパターンを実はあのこのコンピューターが学習できるっていう、なかなかすごいですね。これは先ほどの人工的な学習ですが、スタートからエンドに向かって矢印の方向に進んで、例えばスタートが入って TPP は繰り返してもいいんだけどね、 TPTS これは正しい文法の文です。で例えば下に行って VXXXVS でこれも正しい文、そういうふうにあのこの図式で大体一つの文の生成規則が決まるわけですけれども、これも実は学習できちゃうほとんど 100% で、ただし4万回とか1万回しか学習しますので、で掛け算もできる、当然足し算もできます。でこれは先ほどの時間離れ、まあこれ最初に E が入って最後に P が入って100文字ぐらいの文字列を考えて、まあ E と B 以外はみんな ABCD が入ってるとします。でただ2つだけ例外があって、最初の10文字か20文字の間、この10から20って制限はこれ絶対なんですよ。あのかなり厳しい条件ですでが1回、それから50から60文字目に1回 X かまたは Y が入るというやつですね。だからこれで言うと、これは最初の13文字目に Y が入って51目に X が入ってますから、さっきの条件に満たしてる。で次も XX ですけども17文字目あるいは59文字、だから次のやつダメなんです。なぜならば21文字目に X が入っても X は10から20の間に入れって話なんで、これは×です。で、これも100文字ぐらいの文字列を学習する。これ人間たちが結構こう見てたら手こずりそうなんですけれども、これ機械も学習できるんですよね、LSTM が。で、それをもっと拡大して、あの今は2箇所でしたけども、3箇所にして XXX だとか、あの YXX だとか、YYX だとか、そういうやつで、まあ、時間枠でこの離れたところでイベントを起こす、そのパターンもちゃんと学習できるという。なかなかすごい。
でこれはイリアの、2011年、これは前にも紹介しましたけど、これ何こいつは何をやりたかったのかよくわからないんですけども、ともかくあのウィキペディアを学習させるとウィキペディア風の文章を生成する、ニューヨークタイムズを学習するとニューヨークタイムズみたいな文を作る、だけど文法はかなり近いけど意味はないぞみたいな。でもね、それをもっと整理したのがあのアンドレ・カルパシの2015年の仕事で、でこれはやっぱりちょっと驚きですね。これはあの全く自動的に機械が作った数学の論文ですね。でこれもそうですね。でこれはもう図式、これはあのダイアゴラム破綻してますけどね、あのまあいいだろうと。でこういうことができるんです。ちゃんとあのセオレム、プルーフ、レンマ真似してるんですよ。全く意味ないですよこれで、全くのデタラメですけどね。でこれはあのこの RNN が次のようなラテフの構文規則を学習して、でこういうシーケンスを多分構成できる、こちらは難しいですね。でこれをちゃんと学習できてるってことです。なかなかすごいですね。でこれはあの C プログラムで Linux のソースコードで、ちゃんとコメントもついてインデントもしっかりして、すごい絶対動かないですけどね。でこれも僕はちょっと驚きました。これは明らかにあのラテフの構文規則やその C の構文、だいたいバックスナウンドであのプッシュダウンオートマトン、コンテキストフリーだと思います。それを実は完璧、ことはほぼ完璧に学習できるってことです。これはちょっとあのいたずらなんですが、同じマシンであの赤ん坊の名前を8000個ずつが覚えさせたら、あのそれとは重ならない、でもあの名前として使えそうなのをあの作ってみましたみたいなですね。ルーディーとかあのキャリシーとか、もう使えるじゃんみたいな、そういうやつだ。モノマネ得意なんですよね。何がパターンなのかよくわからないんだけれども、でそれをちゃんと真似して作るっての、で僕はだからこれはまああの花もげらみたいなもんだというふうに思って、で4カ国マージャンもおそらく RNN でオーディオ版再現できるんではないだろうかと思ってたんですが、だからこれちょっと意地悪でしたね。まあこれは非常にあの文法理解できるんで、まあ、あのただ意味がないきゃしょうがないだろうっていうのが僕のこの時点での扱いでした。ただまあ先ほども冒頭にも言いましたように、まあそれはそれ、これはこれで、いや意味の扱いとあの文法での能力ちゃんと分けて込めてやってもいいんじゃんっていうふうに最近は思うようになりました。